どうもお疲れ様です。今回はですね、舞姫大学なんですけども、谷村新司さんについて思い出話をさせていただこうかなと思います。今回の思い出話は2つですね。1つはですね、私がまだ10代の頃なんですけども、東海ラジオっていうラジオ番組がありまして、で、東海ラジオの中でね、谷村新司さんと女性のパーソナリティの方が、なんかその10代の方のね、恋愛相談とか性の悩みについて回答するよってコーナーがあったと思うんですよ。これおそらく谷村新司さんだと思うんですけども、今となってはちょっとね、いろいろと調べる方法が限られてますんで、私の思い込みを お話しさせていただきます。おそらく谷村新司さんだったんじゃないかなと思ってます。谷村新司さんと女性のパーソナリティが来たハガキに対して答えるみたいなね、これがね、私はこんにゃく、あなたはカップヌードルのコーナーっていうね、ちょっと変わったタイトルだったんで印象にあるんですけども、おそらく谷村新司さんがその時の見識で答えられているのかなというところでございました。主に女性の悩みに答えているところかなと。女性の性欲ですとかね、性のお悩みとか体の変化について谷村新司さんとその女性の方が回答してたかなっていうところだったんですよ。まあ私としては当時ね、女の人がどんな性の悩みを抱えてるのかな、恋愛の悩みを抱えてるのかなって非常に興味があったんで、本当にこう雑音の電波の東海ラジオなんてね、私の地区ではほとんど入らないような電波だったんですけども、それをまあエアチェックしていたような感じでした。まあそれによって谷村新司さんっていう人の、まあ人となりを知ったっていうのが最初の切り口だったかなと。でも当時ね、まだ歌を歌ってるなんて全然思わなかったんですよ。アリスとかスバルっていうのは全然結びつかなくって、まあ、ラジオで喋ってるどっかのおじちゃんみたいな感じだったですよね。だからこの人が本当に谷村新司さんだったかどうかは覚えてません。わかりません。でもおそらくそうじゃないかなっていうふうに私の曖昧な記憶の中でね、今思い出されました。それが一つ目の谷村新司さんとの思い出話でございます。で、二つ目は私が会社員になってしばらくしてからのことなんですけども、まあ会社ではね、20店舗ぐらいのお店があって、店舗ごとにこう移動があったんですよ。で、今月はこっちの店、来月はこっちの店みたいな感じで、結構歓送迎会っていうのが毎月毎月1回や2回はあったって形なんですけども、そこでね、歓送迎会の二次会かなんかで、まあ、当時流行りのみんなでカラオケに行くわけなんですよ。で、カラオケに行った時に、上司がですね、上司たる先輩が、お前ちょっと曲入れろっていうわけなんですよ。で、そこで何入れましょうかってパネルを操作しながらね、聞いたのが群青だっていうわけなんですよ。で、群青ってなんだと思ったんですよ。群青って言葉すらちょっとね、よくわかんなかったんで、え？群青ですか？群青？何それみたいな感じで聞いたんですよ。そしたら、群青っていう風に打って出てきたのが、まあ谷村新司さんの群青だったわけですよね。で、その群青をまあキーインして、その上司たる先輩が歌うわけですよ。んで、まあよくわかりませんでした。群青ってのはなんだこれはみたいなね。何の歌なんだみたいな。まあそれが谷村新司さんの曲だったって知るのは随分後のことなんですけども、まあある時ね、別のところから群青っていう曲を落ち着いて聞くことがあったんですよ。あ、確かあのやかましい中であの上司が歌ってたな、この曲っていうような感じで群青っていう曲を聞くとね、あれ結構いいメロディーだし、なんだこの噛み締めるほど味が出る歌詞はと思ってね、ちょっともう一回自分で歌詞カードを見ながら曲を聴いてみようかなと思って CD をレンタル、ツタヤでレンタルしてきてこう聴いたんですよ。ただこれはなかなか深みのある曲だなと思いながら聴いていたんですけども、その後ね、映画連合艦隊の主題歌になっていたっていうことも知って、じゃあ連合艦隊って映画を見たわけですよ。まあそうすると戦艦ヤマトが最後撃沈されて、まあいろんなね、兵隊さんの人生がそこで終わってしまったんだよっていうストーリーだったわけなんですよね。で、中井貴一さんとか出てらっしゃったりとかして、非常にまあいろいろと思うところが多い映画だったんですけども、そのラストシーンでまさにそのヤマトが沈んでいってみんなが死んでしまう時に群青っていう曲がエンディングでかかるわけですよ。あ、でもものすごくね、その映画のいろんなシーンが思い出されて、それから戦争で死んでいった人の無念とか、帰りを待つ家族とか奥さんとか子供のね、まあ、姿がわーっとこう思い浮かんできて、あ、群青ってこういう風な曲なんだなと思ってね、もうそれ以来群青を聴くたんびにね、こうなんか感極まって胸が熱くなったり涙が出てきたりするぐらいの感受性が出てきたんですよ。それが私がね、やっと40代の後半になってからなんですよね。まあ、ですので今もこう話しながらね、谷村新司さんの群青って曲は、私もね、ちょっと忘れられない曲になりましたね。
で、谷村新司さん、74歳というね、まあ今で言うとかなり早いんじゃないかなっていう段階でお亡くなりになったということにつけ、谷村新司さんと、まあ、直接会ったことはないんですけども、まあ私が思うところをちょっと話させてもらったんですけどもね、まあ、群青ね、まあ、歌詞を噛み締めれば噛み締めるほど、ああ戦争は良くないなと、やっぱ平和が一番なんだなっていうふうに思うばかりでございます。まあ、その他谷村新司さんはね、あの明るくて楽しい曲もたくさん作られてますし、まあ、この前私キックボクシングの試合出てきましたけども、あのボクシングの名曲ね、チャンピオンっていうのもね、確か谷村新司さんの曲だったと思います。あのチャンピオンっていう曲もものすごくね、かっこいい曲だなと思いまして、多くの日本中の格闘家が聴いてまた歌ってるんじゃないかなと思います。本当にたくさんの名曲を谷村新司さん、ありがとうございました。お疲れ様です。